構音がでかいな。そこに誰かいらっしゃるんですか？いないよ。いや、返事。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はケース3、偽りのバーベキュー。サークルメンバーで合宿という名のバーベキューを行った日、事件は起こった。偽りのバーベキューってなんだ、めっちゃ気になるんやけど。はい、スタート。偽りのバーベキューの事件に向かいますか？はい。なんていうの、焼きたらガサガサガサ、思い知れキノコ派よ、思い知れ。待って、キノコとタケノコ見て見て、本当にお可愛らしいです。翌日のサークルではみんながヒナに夢中になっていた。すっかり人気者ね。僕としては早く飛び立ってほしいところだけど。なんでなんで、鳥嫌いな？いいね、鳥は好きな時に自由に飛んでいけるのさ。鳥は貴様ほど暇ではないがな。それだよ、僕らは暇じゃないかい。暇じゃないかい。ん？何が言いたいんだ？僕たちも羽を伸ばそうってことさ。なるほど、たまには合宿も面白いかもしれないね。合宿、しずくちゃんと近づくチャンスだ。合宿で何をすることがある、このサークルが。よし、それじゃあ週末に出発だ。何をするんだと。だから週末、俺たちは羽を伸ばしにキャンプ場にやってきた。やっと着いたね。みんなちゃんとついてきてるか？いるよ。元気なのはさくらだけじゃないのかい？俺もう動けないよ。女の子の方が元気なの情けないな。深夜が到着駅を間違えたせいで俺たちは歩く羽目になったのだ。そういうことか、なんでカッコつけてんだ。ヒカルさん、休憩にしませんか？そうだね、みんなしばらく自由時間にしよう。夕方にここに集まってね、バーベキューをするよ。よーし、この自由時間でしずくちゃんと二人きりに。あれ、しずくちゃんは？え、もうおらんくなった？早くない？しずくなら誰か追いかけてたけど。え？え、そんな。追いかけたいけど、もうヘトヘト。バーベキューの時間までテントで一眠りするか。そんなに疲れとるならどっちにしろ話せんやん。ガサ。誰かいるのか？って、うわ、俺のリュックが荒らされてる。ない、ない。しずくちゃんと食べようと思ってたキノコの村がない。キノコの村。おい、誰だよ、俺のやつ盗んだやつ。くそ。そろそろバーベキューの時間だし、みんなに聞いてみるか。野生動物じゃない、普通に考えたら。あれ、なんだ、まだみんな集まってないんじゃん。うわぁ俺のキノコが。どうされましたか？てか、おやつじゃなくない、普通に野菜じゃない、キノコの村。ちょっと大声出さないで。え、これはおかしいですよね。趣味の悪いいたずらだ。何これ、ちょっと、何かと思えば、そんなことで大声出したのかい？そんなこと？あ、え、いや、そんなことで済まされるはずないだろ。そうですよ、自分の大切なものがあんなことになったら皆さんだってお怒りになります。で、誰だ、俺にキノコの村をやったやつは。おかしな、あれチョコってこと？チョコが溶けとるってことかな、タレみたいな感じがしたけど。誰だ、落ち着けよアホだ。今日はみんなで楽しく。うるせえアホだ、怖い。私たちにどうしろっていうのよ。名乗り出ないならこっちにも考えがある、まあ、確かにちょっとね、見た目的に悪趣味な感じはするけど、絶対に犯人を見つけ出して同じ目に合わせてやる。でもまあね、このバカササの平和なところは、そのなんかこう血祭りみたいにあげられてるのが、まあ、そのお菓子っていうところね。人ではなく、ちょ待って、後ろにある顔が気になるんやけど。非常に今まで仕方なく操作してきたけど、今回は別だ。調べ尽くして絶対に犯人を見つけてやる。捜査開始。犯人の手掛かりをつかめ。だけど料理の邪魔になるからって現場のバーベキュー室は追い出されちゃったんだよな。仕方ない、まずはこの辺りから捜査するか。めっちゃ気にならん？何これ、コイン、マジで赤木メダル。めっちゃなんかね、心霊並みに怖かったけど。君があそこまで怒るなんてね、キノコは俺の友達みたいなもんだから。
ま、そうするのは君の勝手さ。だけど女子のテントには近づかないでもらえるかい？なんだよ、紳士のつもりか？紳士と書いて赤木と読むのさ。やんなわけ、トイレ流し忘れてる紳士なんかいないよ。なあ深夜、どうやったらバーベキュー施設に入れると思う？男子キッチンに入らず。なんだそれ。あ、男子キッチンに入らず、格言的なこと？あのドエソーナに従った方が身のためだと言っている。でも俺は操作しないといけないんだよ。トングで顔を挟まれたければ勝手にしろ。挟まれたのか。なるほど、実体験。あれ、しずくちゃんここにいるの？包丁を握ったらつまみ出されてしまいました。あー、危ない系の。料理苦手なのかな。そんなしずくちゃんも可愛い。盲目か。つまりバーベキュー施設にいるのは若葉とさくらか。一人くらい男手があった方がいいと思うんだけどな。あ、人手は足りているそうですが、食材が足りないとおっしゃっていたような。それ俺が持っていくよ。食材を持っていけばバーベキュー施設に入れてもらえるはずだ。ストーリーが進行しました。バーベキューに食材が足りないらしい。これも事件じゃないの？同じやつが盗んだとしか。ん？ピン止めが落ちてる。まあいいや。いいの？ん、確実にヒントじゃないの。てかピン止め？でかくない？どういうピン止め？アホだ、目が血走ってるけど大丈夫かい？俺は大丈夫。キノコは大丈夫じゃなかったけどな。キノコは残念だったけど、僕はこの合宿を楽しいものにしたいんだ。だから操作なんてやめて。それが操作しなくてもできないんだよ。ああ、バーベキュー施設のこと？男子は邪魔だってちょっとひどいよね。なんとかバーベキュー施設に入れないかな。僕から言えることはこれだけ。ガンバ。いら。ヒカルもなんだかんだちょっと空気読めんとこあるかな。ちょ待って、これ、赤木メダル。メダル発見、まさかの水の中に。さあ、それじゃあ、テントの中に、食材があるとすればテントの中かな。君。なんだよ。そっちはレディーのテントさ。なーに入ろうとしてるんだい？俺はただ食材を探して。なん。どんな理由があろうとも、このジェントルマン赤木が許さないのさ。どうにかして赤木を抜かす必要があるな。赤木が好きそうなものでおびき出すか。ストーリーが進行しました。赤木が邪魔。めっちゃストレート。赤木が好きそうなもの、好きそうなものってなんだ。女の子？違う。違う。ねえしずくちゃん、赤木の好きなもの知ってる？赤木さんのお好きなものですか？マイフェアレディ、僕が好きなのはたった一つだけさ。あ、思い出した。赤木、こいつもしずくちゃんを狙う一人だったこと。赤木さんのお好きなものを教えてくださいますか？ストレート。ダメ。はい、終わり。はん？聞いていたのは君じゃないのかい？いくら赤木をおびき出すためでも、しずくちゃんを餌にするのは絶対にダメだ。じゃあどうなる？なあ深夜、赤木の好きなものって何だと思う？貴様、この俺が知っているとでも思うのか？だよな、サークルに来てもお前すぐ買っちゃうし、知ってるわけないよな。分かりきったことを聞くな、当然知らん。こいつは人に嫌われる天才だな。あ、そうだ、好きなものがダメなら赤木に嫌がらせして追い出せばいいんだ。お、ストーリーが進行しました。赤木には嫌がらせの方がいい？嫌がらせ、どういう嫌がらせ？なあヒカル、赤木の好きなものってなんだ？結局好きなものかい。赤木が好きなのは女子じゃないかな。やっぱり同じこと思った。他には？ごめん、特に思いつかないよ。メンバーの中では比較的マシだと思ったのに使えなかったか。アホだって顔出やすいタイプだよね。絶対そうやと思う。本人に何度来たって無駄さ。ここはジェントルマン赤木が通さないよ。やっぱり毒気はないか。あ、赤木、お化け苦手やったりとかする？左肩にお化けが。ほんとかい？意外にも効いてる。って幽霊はレディーなのかい？え、ああ多分。見たかい、僕は幽霊さえも虜にしてしまうのさ。
一遍呪われろ。しょうがない、別の方法を考えるか。用が済んだならここを去るのさ。あ、赤木、なんか踏んでない？はん？何をだい？なんか茶色い。やっぱ汚いもの苦手やろうね。僕じゃないのさ。いいから川で靴洗ってこいよ。わかってるのさ。さあまあ見ろ、うまくいったぞ。ストーリーが進行しました。テントを調べられるようになった。お、なんか光が来たけど。どう、赤木の好きなものはわかったかい？あーん、もうどうでもいいんだ。急に赤木の好きなもの知りたがるなんて。二人はいつの間に仲良くなったんだね。それだけはないかな。心の声結構好きよ。お、女子のテント覗くとか、ちょっと悪いことしてる気分だけど、これも全てキノコの村のためなんだ。アイテム発見。なんて読むの？ファミリーアヨン。どういうこと？あったぞ。みんなで持ち寄ったバーベキューに食材らしきものが入ってる。なんか材料と違うものも入ってるけど、これを持ってバーベキュー施設に行こう。ストーリーが進行しました。食材を入手し現場に行けるようになった。ここ現場かと思った。女子のテントだよね。これは女子のドライヤーだ。しずくちゃんのかな。いやいや、理由もないのに持ち出すわけにはいかないよな。変態チックだな。これはバッグみたいだけど、あんまりときめかないな。どういうこと？別の女子のっていうことかな。現場のバーベキュー施設だ。こんなことにならなければ今頃みんなではしゃいでいたはずだ。でも準備って言っても結局さ、これ残したままやったら準備も何もできんくない？あっちにいてと言ったでしょ。食材足りないって聞いたからさ。持ってきてくれたの？ふん、少しは気が利くみたいね。若葉に食材を渡した。まあいいわ、出入りするなら邪魔にならない程度にね。よかった、邪魔にならないように操作させてもらうから。それよ、今回は女子の私物があるんだから、調べ回るのやめてもらえる？具体的に調べちゃいけないものってなんだよ。全部よ。特に鍵のついたバッグだけは絶対に調べちゃダメよ。バッグに鍵がついてる時点でめっちゃ怪しいけどね。鍵のついたバッグだな。そう、わかればいいわ。絶対調べるやろ。あー、どうしたさくら、何か落ち込んでる？やっちゃった。一体どうしたんだろう。どうした、何があった？目を背けたくなる光景だ。いや別にそんなほどでも。パシャパシャ。キノコの村には悪いけど、犯人を捕まえるまでは現場を保存しておかなくちゃな。現場の斜面、火炙りにされたキノコ、タケノコを許すな。タケノコを許すな。あれ、金網が壊れてる。あれ壊してないもんな。え、若葉？そういうこと？てかこのカブトムシめっちゃ気になるんやけど。こんなとこにも赤銀メダル。そういう感じもあるの。なるほどね。それじゃあ、これ気になるよね。やっぱ言われたら。これだな、若葉が言ってた。絶対に調べちゃいけないものってやつは。ま、調べようにも、鍵付きじゃどうしようもないか。でも若葉のあの態度は気になるし、ちょっと借りておくか。鍵付きバッグ、鍵がかかっていてどうしようもない。普通に取ったけど。よろしいのこれ。大丈夫？要は鍵、靴は洗ったか？それがいくら洗ってもプーンと匂うのさ。本当に踏んでたの？え、あれ嘘だったんだけど。自分の足の匂いじゃね。で、川に来たついでに釣りをしようと思ってね。え？靴を洗った川で？釣り竿を作ってみたのさ。釣り竿？いい出来だけど、なかなか釣れなくてね。だ、女子だけじゃなくて、魚にも逃げられてやんの。はん？君なら釣れるっていうのかい？貸してあげるからやってみるといいのさ。え？釣り竿、赤木のお手製、餌がでかすぎる。てか、餌、名刺じゃね？釣れんやろ、魚なんか。ちゃんとしたもので釣れよ。こんな山奥の川といえば。なんとかは僕ですってサスペンスゲームで、犯人が川に何か隠してたな。よーい、そうなれば証拠を一本釣りだ。なんかちょいちょい宣伝が挟まってくるけど。そら、チャプン。
おお、なんか引っかかったぞ。マジで？そりゃあ、カツラ。これは新種の海藻かもしれない。違うやろ。海藻？川で釣れた。びちゃびちゃしてる。カツラだと思うんだけどな。確実に。ただし誰のカツラだ？それは。早くガシタ釣り竿で釣ってみせてくれないかい？わかってら。今釣り上げたもの見てないのか。釣り上げたでしょ今。そういえばしずくちゃんって自由時間誰を追いかけてたんだろう。しずくちゃん、自由時間何してたんだ？え、それは。アホだくん、レディーを探るなんてクソ野郎のすることじゃないのかい。お前に言われたかないよ。あーでもごめんしずくちゃん、気を悪くしたなら謝るよ。いえそんなことは。でも秘密です。あれじゃね、動物じゃね、普通に。ズキューン、やられてる。そういや深夜、尻が深刻なのによく来れたな。尻が深刻。俺にはオラジナルがあるからな。あとお前合宿に反対だったじゃん。なんで来たんだ。勘違いするな。俺の行く先に貴様らがいただけだ。何それ。はいはい、来たかったんやろ。みんなと仲良くしたかったんやね。く、一体どこに。どうしたヒカル。え、ちょっと探し物をね。捜査ついでに探してやるよ。どんなのだ。黒くて金属で。それから。やっぱりいいよ。全然大したものじゃないからね。今のは忘れてくれ。めっちゃ気になるやつ。お、ストーリーが進行しました。いろんな情報が手に入った。めっちゃざっくり。もっとはっきり言ってくれないかな。多分これはアホ団にとって重要な情報になると思う。そこまで言うからには期待していいんだろうな。期待していいんだろうな。なになに。あ、キノコの村のことなんだけど、新しいやつが発売されたらしいよ。なるほど。今の発言重要なんじゃないのか。重要なの？ちょっとわからないんだけど。でも後から変えれるよね。重要かな多分。今の発言覚えたからな。ふんふんふん、証言を記録しました。現場のバーベキュー施設だ。こんなことにならなければ今頃みんなではしゃいでいたはずだ。犯人は見つかった？バーベキュー始めるけど。始めれるのこの状態で。え、準備終わったのか。嘘よ、まだかかるわ。若葉ごめんね。さくらがうっかり金網を壊しちゃったのよ。どうやったら壊れるんだよ。しかもあんな曲がり方ね。どうした。こう。痛い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 。握ったら壊れたのよ。早く言え。あ、そうやって深夜のサドルも力任せに引っこ抜いたんだろう。しかしさくらのこのパワー、何かに使えるかもしれないな。鍵を壊す。わかった、さくらに壊せないものなんてないのよ。今の発言は重要だ。確かに重要だ。今の発言覚えたからな。さあ壊していただこうか。あー、この金網のように。この金網壊したのさくらだったのか。すげえ壊し方だけどねこれ。やっぱりさくらのこのパワー、いざとなったら犯人を脅すのに使える。そういうこと。壊れた金網変形している。もう使えない。ここまでぐしゃぐしゃになったら使えないよね。使えないっすよね。貴様、あまりリーダーを困らせるな。なんだよ急に。くだらんサークルとはいえ、貴様らエンジのまとめ役は大変だと言ってるんだ。ヒカルが俺様じゃない、俺たちに困ってるようには見えなかったけど。よほどの気苦労だ。ヒカルが頭を抱えていたぞ。今のヒカルが頭を抱え、重要。多分新しい味が発売より重要な気がする。重要だけどこれ以上覚えられないな。じゃあこれを忘れようか。ポケモンの新しい技を覚えるために技を忘れるみたいな。絶対それやんこれ。1,2,3 ポカン。お前が言ったこと覚えたからな。これ絶対そうやんね。ポケモンのやつやん。アホダさん、今回は全面的に協力いたしますよ。しずくちゃんって本当に優しいよね。普通ですよ。そんなに優しくされるとうっかり好きになっちゃうよ。そういうのは大丈夫です。めっちゃ冷めた目。今
今の発言別に大したことじゃないと思うよ。自然に出たことが。まあいいや。まあそれはね、アホダにとっては重要かもしれんけど。結局靴の匂いが取れなくてね。それに裸足で過ごした方が快適なことに気づいたのさ。でもさっきより匂いが強まってるぞ。靴じゃなくて赤木の足が臭いのか。赤木、靴履いた方がいいぞ。やだね、たくさん歩いて靴がムレムレなのさ。重要ではないと思うよ。大したことじゃないよ。赤木にとっては重要やと思うけど。なるほど、赤木は靴が臭いと。あ、黒くて金属。光の探し物ってこのピン止めか。あいつ可愛い路線で女子受けを狙うつもりか。そういうこと。俺はな、ピンつけてる男だけは許さないんだよ。でかいピン止め。俺はでっかいピンをつけてるやつが嫌い。これあれじゃない、カツラ止めるやつとかじゃない、違う。違うんかな。探し物あったよ。多分これは、いやいや重要じゃない、大丈夫です、大丈夫です、大したことではない。そうだ、さっき拾った海藻乾かしてみるか。おお、結構音がでかいな。そこに誰かいらっしゃるんですか。いないよ。いや、返事。これは一旦借りておく必要があるな。ドライヤー、女子が持ってきた。俺は自然乾燥派。自然乾燥は髪が痛むっていうからさ、ちゃんとした方がいいよ。あとまだ調べられるもの、もうないかな。ない感じやね。で、これで、証拠も揃ってきたし、みんなを集めるか。キノコ、お前の胸は俺が晴らしてやる。じゃ、捜査を終了して犯人を暴きましょう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。